はい、それでは、目の描き方最速本の、解説したいと思います。はい。ですね、結構目の描き方は、結構ツイッター上でもね、あんまこう、ツイートが伸びるんですよ、もう。困ったら、あれ、ちょっとなんか、俺の問題発言で、フォロワー数が減っちゃったみたいな時は、ちょっと、急いで目のツイートをなんかするとですね、まあ、増えるんですよ。すごいネタバレですけど。そうなんです。もうそのぐらい結構みんな人気があるじゃないけど、やっぱ目、難しいんですよね。どこ向いてるかわかんないっていう風になっちゃう人多いと思うんですよ。その、なんだろう。目線をどういう風に作っていいのかわかんないし、でもね、実際問題、絵のね、どうだろう、なんだろう、見栄えの7、8割は目線なんじゃないかなって僕思います。7、8割ね。うん。は見栄えで決まるんじゃないんだろうかって僕は思ってます、本当に。どう思います皆さん。ね。そんな気がするんですよ。そう、目のツイートめっちゃ伸びるんですよ。多分みんな問題意識がすごく高いとこなんじゃないかな、やっぱり。うん。で、そう。そうそうそう。で、まあ、ここに書いてありますね。その、目は口ほどに物を言うという言葉があるようにってね。目はキャラクターの印象を大きく左右します。印象的な目を描くには立体的、まあ立体感を意識して、っていうようなこと書いてあるんだよね。なんかね、まあ教科書、まあこれ、持ってる前提で説明しますよ。持ってる前提で皆さんがね、説明しますけど、なんだろうな、ね、こういう考察演技もありますよ。二人歩いてて、こうやって向き合いながら、寝そうだよねって喋って、歩くかな、こう手前に向かってくる二人がいるとして。ねえ、そうだよね、そうかなとか言ってさ、とっとっとっとこう歩ってね、こっちにこう。こんな風にさ、二人でさ、顔向き合ってさ、喋って歩くかい、みんな。喋んないよね。普通に考えてさ、まっすぐ前見てるよね、きっとこういう時って。へえ、そうなんだ、とかって二人で喋る時って、歩いてる進行方向を向きながら、で、それでね、とか言ってこう、どうしたのっていうふうに、なんかその話の展開で変わった時に、こっちで片方だけ見る。でさ、って言って、両目が合うとかさ、っていう風に、なんだろう、目の演技だけでだいぶね、すごく雰囲気が変わったりするんですよ。なんだろう、本当にそういう時見るかな、お互いとかね。っていう、すごいリアルに想像しないと、演技が、なんか嘘っぽくなっちゃう。でね、基本的に仲がいい、仲の良い二人同士っていうのは、仲良しは、信頼関係があるので、多分、そんなに二人見つめ合いません、きっと。なんかわかります?これ、存在な友達じゃないけど、仲のいい、すごく、気心知れた仲だからこそ、二人の目は合わなくても入れるんです。ということは、二人こうやって喋ってるってことは、平気でね。で、歩いてるっていうことは、あ、この二人仲いいんだってすぐわかるんですよ。で、これは、みんな反応してる?なんか反応が今日鈍いな。時間が時間だからか。そう。目線、今日初めて会ったばっかりの二人。今日会ったばっかりの二人だったら、例えば名刺を交換したりとかする二人っていうのは、例えば食事会じゃないけど、そういうね、なんか、交流会みたいなところで、今日初めて会った二人っていうのは、もう、信頼関係は簡単に言うとないわけですよ。そう。信頼関係ないから、だから頑張って二人の目線を合わせようとするの。これね、仲悪いからなんで。いや、悪いわけじゃないんだけど、良くもなくもない。親密な関係性を築けていない二人っていうのは、お互いの信頼関係を作るために目線を合わせるんですよ。こういう考察まではちょっと、本でなかなか、言えないよね。あ、前に見た動画で言ってました。めちゃくちゃマニアックだね。確かに言ったかもしれない。そう。そういうふうにね、実際ね、問題、その目の演技で、目の演技ね。目の、実は演技なんです、これだから。演技というか、まあ、どこをどう見てるか。
目の演技ですごく関係性っていうのが、しっかり出ます。そして皆さんが思ってるのと逆だったりするんです。作用反作用、心の作用反作用っていうのがあるんですよ。心がどっちに作用して、逆に言うとどっちに反作用するのか、ね、心の作用反作用ってことなのね、うん、例えば、まあ、ラーメンを食べてる2人っていう状況があるとして、これもラーメンズズズズって、ラーメンはさすがにね見ないと食えないよねきっとね。だからラーメン見ながら多分二人でさ、なんか今日の部活どうだったみたいな、まあ、野球あの先輩うぜえよなみたいな話わかんないけど、それするわけですよラーメン見ながら会話で、あの先輩さこの前さ、え、そんなことしたのっていうような時だけ見るみたいなね、っていうふうに実は特定の瞬間しか見なかったりするんだよね、うん、この仲のいい2人に、そうそう、そうそう、確かに仲良い2人、友達と目合わせないわ。そう、っていう風に、その演技をもう一段その深くできるんだよ。その自分が実際、そういう時本当にそうするかなってちょっと思ってほしいわけ。実際どこ見るかな。あとね、まあ分かりやすい例で言うと、嘘つき。自分がやましいことがあったり、嘘ついてる時って目線外すんだよ。もう一つ言えるからね。うん。自分が嘘ついてるときは目線外す。ああ、これ、そういう演技を、あるいは目の動きをいっぱいいろんな方向を向かせる、キョロキョロさせる、と、まあ、迷ってたり、するようなこともあるけど、目線そのものをいろいろ動かすっていうことによって、すごい嘘つき感が出ますね。うん。っていうのと、あとね、結構この本にないことを今補足してるんだけど、これ結構みんなよくあるんだよね。下を見る。下を見て何かするときに、ロングサイズだったら、ロングだったら、まあミドル以下かな。この、そんなにサイズが大きくない状態であれば、目っていうのは便宜的に、下見てんだよ。下見てんだけど、こう閉じ目で描いちゃいます。で、耳の位置がちょっと上げ目にして、なんかこう喋らせます、なんか。例えば、まあ、どの作品とは言いませんが、言うとなんかめんどくさいんで、後で誰かに言われるのがめんどくさいんで、まあ、どの作品とは言いませんが、これ下目つぶってるよねっていう状態で、なんかコーヒー入れてるみたいな。ね。コーヒージョボジョボジョボってなんか、ついでるみたいなね。うん。そういう演技。まあ、よくあるんですよ、これ。本当に。これ、見てないよねみたいな。でも、これ見てるっていう便宜上の、その話なんだよ、これ。そう。で、これがこう、ズームになって、ドアップになった瞬間に、これはよくあるんだよ。すごくドアップね。すごくドアップになった瞬間に、こういう、なんかこう目のドアップですよ。こういう目のドアップになったりするわけ。ね。だけど、あんまりしないよね。なんでかっていうと、こういう、いわゆる閉じ目に近い、閉じてる目に近い半目っていうのってね、簡単に言って怖いの。絵にした場合だよ。これね、絵とか、まあ、アニメ漫画表現において、禁じ手じゃないけれど、少し、怖い表現じゃないけど、あんまりいい表現じゃなくなるんだよね。うん。で、これ実写だと何の問題もないわけ。これがね、微妙に実写表現と、漫画表現、アニメ表現において、ちょっとね、まあ、絵との差、そう。で、リアルアニメだと、これやっちゃったりするんだけどね。だけど、まあ、リアルだし、まあ、いっか、みたいなね。そう。そう。で、あ、アメコミだとそういうのあるんだ。うん。日本の文化圏だと、案外もう閉じ目にして、割と引きの絵だったら完全にと、もうこのぐらい引いちゃうんであれば、結構引きで、閉じ目でいいんだけど、閉じ目でいいのね。だんだん寄ってくると、ちょっと嘘になっちゃうんだよね。これは閉じちゃうとね。なんか閉じてんじゃん、みたいなね。うん、むしろ目線っていう意味では目の立体感も大事なんだけど、実は顔の向きがすごく大事かもしれない。
それは前のこの最速分のもっと前のページにある要素なんだけど、こう丸書いて目の位置書いてさらに耳の位置書くだけでもうこれで目線作れてるでしょ実は。頭と、まあ、要するに目の位置です。頭に対しての目の位置。まあ、さらに言うと耳の位置。で、さらに目線っていう意味では、これ別のページにある説明だと思うんですけど、これだけで、これ下向いてるように見えるよね。これだけで、正面向いてるように見えるよね。これ後ろ姿ね。これこうするだけで上向いてるように見えるよね。わかる？これ後ろから見てる人の耳の位置ね、これね。わかるかな、うん、これ耳ね。もうちょっとちゃんとこういう感じね、うん。もちろん耳の形、厳密に言うと立体感ちゃんと出るんだけど、ね、うん。そう。こういうところで実は、なんだろうな、目線ってね、必ずしも目だけで作るものでもなかったりするっていうのもあります。で、実際問題ですね。じゃあ、このドアップの目どうやって描きゃいいのっていうこと、うん、なんですけれど、基本的にはですね、立体なんですよ。難しいんですけど、下にこういう目線を作るためには、こういう、なんか、パース線というか、まあ、こういう何空間があって、で、そこに、こう、目がこうありまして、みたいなね。で、そこから、こう、まあ、矢印が向かってますよ、と。で、目自体は、まぶたとか、その覆ってるものがあるんで、その覆ってるものがその上にこう乗ってます、と。っていうふうに、実は、見えてないところ、実は僕こう書いてるけど、見えてないとこ意識してます。隠れてるとこも意識して、その後こう隠すような感覚。基本的に、目はやっぱり、丸っぽいものが入ってると思ってください。球体というかね。あんまり球体でもないと思うんだけど、まあそういう丸っぽいものが入ってるというふうに認識して間違いないかなと思います。ある程度ね。うん、で、目線を作る。このね、簡単に言うと丸が描けないんですよ。要するに、上向いた時のこういう楕円、こういう楕円が描けないんだよね。うん。だから、上向いてるっていう目が作れない。まあ、もっと言うと、この目、もうちょっと行くと、こうするとさらに上向いてるように見えるけどね。うん、こうね。こういう顔ってね、あんまりね、その失礼なんだよね、他人に対して実は。こうとか、例えばこうとかさ、まあ、目を異様にこう、目だけで動かす態度ってさ、簡単に言うと柄悪く見えるんだよね。あーみたいな、わーみたいなさ、わかるかな、その。わかる？言わんとしてること。うん。だから、このちょっとそういう意味では、こういう状態とかね。まあ、普通に原理としてはありえますよね。うん。原理としてはこういう目ってあるわけだけれど、あんまり、その、なんだろうな、上品ないいキャラにはなんないんだよね。異常に 目の玉をいろいろ移動させるのって。それよりも、常にちゃんと顔を向けて、しっかり相手を見てあげる。これがだから、その礼儀正しくなる。うん、そう。ちゃんと体ごとじゃないけど、それが割と礼儀正しくなる。逆に言うと、そういう友達とかさっき見てるけど、ちょっと存在な、仲のいい関係性っていうのは、まあ、そこが今度いらなくなるのかもしれないけどね。目の玉だけで見るとかね。っていうようなことがあるんですが、ちょっと一個一個この教科書を見ていきましょうか。はい。ですね。うん、これ形の成形の仕方なんだよね。目っていうと、どっから描いていいんだろうって結構苦しい場合がありますよね。で、これね、結構応用範囲聞く考え方です。例えばこういうの。これね。こうやって、ね、まず全体の形をとって先々決めて、その間をだんだん埋めていく方法って、いろいろ多分ね、これね、考えようによっては、ある意味なんだろう、最近僕が提唱してるっていうか、なんかおすすめしてる、10分のなんだっけ、なんか10分で1体描くみたいなのあるじゃないですか。10分で1枚描くみたいな。あれにちょっと通ずる発想なのね。先々を決めちゃう。先々決めちゃう。で、その間をだんだん決めていく。で、ほら、なんか、いつもの僕の話っぽくないですか？うん。
全体決める、全体の雰囲気決める、その間を後で埋めていくで、なんかそのいつもの僕の話っぽくない、全体決める、そして中を決める、中を決める、だんだんこう割っていく、そしたら気がついたら人体でしたみたいなさ、よくあるじゃないですか僕の話っていうのに。実はこれ自体も発想法としては同じです。実はうん、これは端々を決めてるわけ、この十字を書くことによって。うん、そうそう、なんかこのコトリックスさんっていうのが読めないけど、コトリックスマニアックだね、結構見てるね僕のやつで、目に応用してみようってね、うん、で間をつなごうみたいなね、うん、これはね、あんまりそのとそのなんだろう、トレスするときとかも結構いいっすよこのやり方。トレスね、線をなぞるときに、なんかね、こうじんぐりじんぐりやっていくとね、苦しくなっちゃうの。まあ僕ちょっと慣れてるから今こういうふうにさ、なんとなくいい形かけたけど、ね、こういうふうに書いてる間にだんだん迷子になっちゃうの、この線が。どこ行こうとしてんだろうみたいな。あれ？気がついたら、やたら丸くなっちゃったなとか、自分が思ってるよりも。あれ？それともちょっと硬くなっちゃったなとかね。元のこの形じゃないじゃんみたいな。だんだんこう、だんだんトレースしてると、なんだろうこの形みたいなさ、自分でこう迷子になっちゃうんですよ、線が思ってたのと違うっていう風になっちゃうの。それで言うとやはり最初四方、そしてだんだん八方っていうのをだんだん埋めていくことによって、まあそのミスが減るんだよね、絵の描き方としてね、うん、っていう風に最初から計画を決めとくわけ。ここら辺にこういうの置くよってやつで、徐々に徐々にこう描きたくなっちゃうでしょ。そうするとやっぱ形崩れちゃう。ちゃんと大体の位置ここら辺っていうふうに決めて、だん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 埋めることによって徐々にできていく。で、そうしたら線のつなぎ目が見えちゃうじゃないですか。それはですね、もう技術です。テクニックです。つなぎ目が見えないように、こういうことを書くことができるんですよ。慣れると鉛筆でね。それはもう修行です。鍛錬です。それは教えられません。はい。で、次。これね、ディズニーの教本とかにもよくある、本当に、オーソドックスな考え方で、要するに串刺しで同じ方向向いてるよってことなんですよね。これはとてもすごくスタンダードな考え方です。そして、ここに要するには、まぶたとか、まつげとかがこう入ることによって、立体感が出ますね。で、それはもちろんそういう、なんだろう、こう、まぁ、ちょっとディズニーチックなんじゃないけど、ああいうキャラクターにおいても常に そういうことなんですよ。でね、一つね、ちょっとね、この話と若干僕がね、入れたくても、ちょっとなんか紙面の問題上入れられなかったことがあります。近くの人を見てるとき。近くの人を見てるとき。ね。ほんの少し、寄り目になります。漫画でさ、便宜的にさ、少し寄り目の漫画ってありません？昔のまあ、アニメ、漫画でさ、まあ、某アニメでこういう目って普通にあったじゃない？どれとは言われませんか？うん。これはね、もう文化の問題なんだね。うん。これはもう便宜上こう書いてるんだよね。で、ほんの少し寄り目にすることによって近くのものを見てることになる。なぜかっていうと、これ上図で見たときにね、鼻ね、これ目ね。近くのものをこう見たときに、こっちはまっすぐ、こっちは少し寄り目、違う方向を向いてるわけです。で、これが遠くのものを見れば 見るほど、この2つの目の動きっていうのはこう平行になっていくわけ。そうすると目はどん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 この形になっていくわけです。だからこれ実はもうちょっと厳密に言えば遠くのものを見てるときですね。すごい理屈でしょ？めちゃくちゃ理屈でしょ？そう。ど理屈でしょ？ほんと理屈なんですよ。ほんと絵って。で、それによって、なんだろう。小動物的だったり、ちょっと可愛いっていう感じが、例えばこういう目にはね、記号としてあり得るでしょ？考えられるでしょ？寄り目の可愛さってあるじゃない。寄り目の可愛さはそういう意味では近くしか見てないっていう、なんかその動物的だったり、その、ね、その愛着、愛玩の対象になりやすいわけだ。その近くを見てるってことで。うん。そう。みんな、こんな情報結構マニアックでしょ。なかなか教えてくんないぞ、この内容は。僕も伊達にね、絵で生きてないですからね。そう。
結構マニアックでしょ。うん、目なんてもう語り尽くしてんじゃないのってね、こんだけ教科書書いてあるしさと思うでしょ。もっとあるんですよ、あの、うん、意識するべきポイントはね、ここでは書ききれないことがあるんですよ。で次、まあこれはよく本当によくあるんだよ。これね難しいんだね。眉毛が先にあると立体感出るんだよね。ただね、ただね、これまたやっぱ漫画とかでよくあるパターンでさ、こうあえてこれであるんだけど、なんか全然違うところにあえてなんかこうあえてこう崩すっていうの、それを知ってる上で壊すっていうのはありなんだよね。こうこう全然違うところにこう置いたりとかね。なんだけど、あくまでこういうものだよっていうのは知ってるべきですね、ある程度。うん、こういうやり方もある。これが正解ではありませんだから、あの絵ってね、正解不正解なくて、これだとまあ立体感は出ますって話なんだよね。異様に立体感出てますよって。だって出てるでしょ。うん、で、こっちバツって書いてあるけど、これね、教科書だからね、一応。教科書っつうのはなんか、いい悪いってはっきりさせた方が、みんな、ほっとくとこうなっちゃうから、基本的には。ほっとくと大体こうなります。なんか目の上にあるんですよ、こう、眉毛が。それは正面の時はね。うん、正面の時は間違いない。そう。だけど、これね、横から見たらどうなってるのってことなんですよ。横から見た場合、人間の顔っていうのは、まあ、いろんな顔ありますけど、今の素体で言うとこんな形してるわけですよ、大体。ね？要するに、このカーブがあるわけです。目よりも眉毛は上にあるんですよ、こんな感じで。でこれが彫りが深い白人とかの系統になると、目がよりこう後ろにあって、でここが距離が出るわけですよ。で鼻がこう高くて、白人系っていうのは、そういわゆる日本人よりも彫りが深い系統の人、うん、まあ、ここに距離増えるよね。そうするとね、その白人系のより彫りの深い人っていうのは、実は今の話で言うと、もっと、もっと話す。もっと話す。こっちはもう鼻で隠れてる。こっちは見えない。もう目見えない。奥の目見えない。もっと話すことによって、その白人の鼻の高さっていうのを表現できます。ここがやたら距離が長い。ね、なんか、そういう白人系の日本人よりも骨格がしっかりしてる人の顔を描くときは、もっとここに距離が出る。今ちょっとあえて極端に書いてるけどね。異様にこんが長いってこと、うん。目と眉毛の間が長くすれば彫りが深くなりますよと。そう。うん。そうそうそう。そのために、これが要するに、これが要するに角度がついて、ついて、ちょっと待ってくださいね。これが要するに角度がこう、こうついて、このことによって、ちょっと、できるかな、うん、よいしょ、よいしょ。これを持ってくれんのかな、ちょっとめんどくさいな。ガチャだ。このことによって、この文によって、この要素が入ることによって、こうなっていくわけです。さっきの図ね。さっきの図のこのズレ感が出るわけです。このズレ感。うん、ね。うん。わかりました？うん。はい。次は、どうかな。もうこの話で大体ここは終わって。まあ、あのね、メガネはもっとずれます。それはさっきの理屈と同じで、メガネは、よいしょ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 。戻す、戻す。お、これね。メガネはね、もっとずれてるわけだ。こんな感じで。この分だけずれてると思ってください。要するには、理屈で言うと、もっとこうかずる。うん。ちょっと長いのかな？耳こう。
マイルドとしてこうかな、うん、この分だけ立体感が出ると、うん、なんでなんだろうな、あーなんか自分の絵ってぺったりしてんなーってこうぺったり病の人ぺったりだなーって思ったら困ったら自分が思ってるよりもずらしちゃう、思ってるよりもずらす、とにかくずらす、どっちにずらして、まずずらすんだよ、まずずらすって考えるので、あれどっちにずらすって、どっちってその後悩むの、まずずらすことはもう規定路線っていうかもう決めちゃう、うん、まずずらそうって、ちょっと角度正面以外だったらほとんどずらすんです。で初期段階においてずらしすぎたりちょっとずらしが足りなかったり、そういう補正しなきゃいけないことがあるんだけど、とにかくずらすってこと決めるんだよ。で下向いたら下の方にちょっと多くずれる、上だったら上向いたら逆に、上を向いてる人っていうのは逆に言うと、今度、立体が下に残るから、こういう風に 目から離れるよね。でいいのかな？ちょっと離れすぎかな？あれ？どうなってんだろうって、ちょっと自分でメガネかけてる人とか自分で確認してみて。どうずれてんだろう？こうかなとかってね。とにかくずれるんだよ。どうずれるんだろうっていうのを、こう、観察してみて。そう。必ずどっちかにずれるわけ。顔の目の、こういう時に、目の、こうはならないんです。こうはならないですからね、間違いなく。こういう眼鏡あんまないからね、うん。ちょっと基本的にずらしすぎたなって思うぐらいでよくて、あとはちょっと自然に見える範囲に抑えていく。うん、っていうふうに考えてほしい。うん、ぺったり目にね、貼り付くゴーグルみたいな場合はちょっとまだわかんないけど、基本的にこう、鼻で抑えるタイプの眼鏡はちょっとずれます。はい。次。もう大体でもここら辺話したから、その目の立体感の話ね。うん。目の立体感の話、大体してるような気がするね。うん。まあ、こんな感じで円で捉えてみようね。で、その円が、ひし形というか、こう空間において、うん。こんな風に見えたり、あんな風に見えたりするね、みたいな、いう発想。これちょっと寄り目にしてますね、あえてね。わかんないけどね。この時多分そういう気持ちだったのが。厳密に言うともうちょっとこっちのような気がするんだよね。うん。ちょっと寄り目にしますね、あえてね、うん。っていう感じで、いろいろ、やってありますね。何もかも足すんですけど、絵になる。絵を描くのが難しいんだよね。とにかく、なんだろうな、ポイントはね、これはある程度やっぱ訓練いるんだけど、とにかく裏までずっと意識する。で、しかも左右なるべく、合わせる。左右の形は合わせるんだけど、なるべくこうぐるぐる、ぐるぐるってね、自分の中でこう、パース線も意識しながら、ある程度癖、着癖なんだろうな、こういう目とか難しいよね。まあちょっと、今もありえないけど、うん。あとね、目で言うと僕はね、こういう捉え方しますよ。実はこれね、なんで四角でくくってるのか、これ。なんで四角で囲ってるかっていうと、そもそも目を四角で描いちゃうと楽。例えば、こういう人がいたとします。これ目で描こうとするとね、結構ね、まあ僕目の方がまあ近いから目で描くけど、どっちかっていうと四角で描いちゃうとね、すごいわかりやすいよ。変だけど。最初の下書きだからね。これではっきりしませんか、角度が。向きが。当たり取りやすくないですか？例えば、こう。こうとか。ほら、角度ついたでしょ、これだとね。まあちょっと無理あるけど、この絵自体に無理があるけど。この素体自体もちょっと丸とかにしとく。で、下に目線作りたいときは、もうこうしちゃう、最初から。メガネとちょっと似てるよね。ほら。これだけで目線できたでしょ。うん。そう。ほら。これ目線作りやすいでしょ。で、ここにこう、いつもの皆さんの好きなのが美少女キャラみたいなぶち込めばいいんだよ。なんかちょいちょいトゲがあるよね。そうするとやたら立体感のある美少女キャラみたいなのが描けます。その立体感が美少女キャラにいるのかっていう
問題点はあのここでは論じません。ね、みんな顔に立体感つけるのさ、やっぱ苦労するよね、うん、っていう素体をこう今書いてあったと思えば、こっちにこうすればなんとで鼻をこうして、この時点で難しいよみたいなね、書けねえよみたいな言う人もいるかもしれないですけど、まあできていくもんでしょう。同じ頭ですよ。同じなんか適当に書いてた楕円から適当にこう書いてたんですよ。応用して。なんかメガネかけてるみたいに見えるけどね。まあとりあえずこれで方向性ははっきりするでしょ。すごく可愛いか可愛くないかは別として。うん。とりあえず。作りやすくないですか、うん、やっぱりサイコロ書く練習は有効なのか、有効なのだな。そうね、僕はサイコロよりももうこの時点で立体をつけるってこと。サイコロね、いいんだけど、サイコロだとぺったりしすぎるんだよね。サイコロでもいいっすよ。あのサイコロだとね、ここが平面で捉えちゃうの。これちょっと遠いんだよね。そうするとさ、この後のページの説明でもあるけれど、要するに同じものをここに書いてしまうんです。こういう感じで、これ遠いんだよね。ちょっと奥の箱はこのいわゆる楕円っていうか曲面に合わせて少し小さくするんですよ。じゃないと立体感出ないんだよねって。要するに手前の四角はこんな広めに書いておくの。で、奥の四角はこれも程度問題なんだけど、こうやって狭く書くんだよ。こうすればこれだけでさ、なんか臨場感っていうか立体感出るでしょ。当たり前の話でね、こう楕円だから。楕円空間だから、こっちに行けばこうだんだん狭まるでしょ。で、さらにもう一個奥に行くとこうもっと狭くなるんだけど。うん。なんで、ある程度こういう立体感がないと、顔の楕円感というかな、顔の丸さ、ちょっと丸いんだよね。真四角ではないんだよ。うん。真四角ではないよね。そう。っていうふうにシンプルな形でやれば、ここにあるこの、これね、この形たちですよ。ここにぶち込めばいいんですよ。この中に。ほんと。この中に入れれば、それでキャラになるんですよ。まずはこういう下書きがないと、こういうキャラになりませんから。僕、こういう目好き。ちょっと入れてみましょうか、みたいな。どう入れればいいかっていうと、いや、そのね、何でも書けるようになるってことは、その理屈で攻めてって、パターンをこう、こんな感じとかね。ほら、なんかっぽいでしょ。あっちっぽいよね。なんか、海外のなんかアニメっぽいよね。どっちかっていうと。で、こんな。こういうのがなんか俺好きだな、絵として。基本はやっぱどっちかっていうとそっち系なんでしょうね、多分。好きなんだ。あんまり日本のアニメ好きじゃないかも。最近思うよ、なんか、うん。ディズニーが好きってことでもないけどね。うん、ディズニーが好きってことでもないけど、なんか、日本だよな最近な。でも書けますけどね、書きますけどね、うん、なんか、あっちっぽいでしょ、わかんない。そうっていう風に、このベースがあれば、まぁ、ちょっと全然ベース変わっちゃったけど、うん、じゃあ次、このなんかこういう目してみるよ、これ顔だけ変えて、ちょっとこれとまるで変わっちゃったけどね、今好きに変えちゃって。これをちょっと入れてみましょうか、この要素ね。ここ目の画数合わせるって話でしょ。こう来て。まあ、なんとかギアスみたいな目だよね。なんとかギアスはやったことないんだけど、そのキャラクターで全然だけど、それで作家によくやってた人のキャラの、なんか、
アニメはいっぱい書いたことあってある演出でコンテやるやつでね。それで、あ、こういうパターンなんだっていうのは、それでちょっと吸収しましたね。うん。ちょっと違うか。まあ、こんな、どっちかっていうと目ね。うん、で、こっちから角張ってて、こういう感じか。ちょっと違うけどね。いろんな目があるんですよ、とにかくね。これはちょっと違うな。もっと言うと、この目の、この枠の形だけ見て、それを立体に乗せるって手もありますけどね。こういう感じか。こういう感じ。こういう感じでね。うん。あ、こっちの方が近い。うんうん。はいはいはい。で、あとあとだんだんこう、埋めていく。うん。あ、なんか日本の、なんかそういうアニメっぽくなってきた。やたらこう髪の毛がこうなんか知らんけど、チャギチャギしてるんですよ。わかんないけど、いっぱいこうツンツンしてるんですよね。なんか違う気がするけど。まあなんかこういうアニメもあるじゃないですか、知らんけど。そう、そう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 、こういう俺はっきり言ってあんま好きじゃないけどね。だけど描けますよ、こんな感じで、うん、パターンなんです。だからもうパターン、そういう文化、うん、そういう立体感を出すっていうテクニックがあるんで、それに乗っければどんな目でも基本描けます。そう、あの無理やりにでも立体感を出すことができるわけです、こんな感じで、うん、そう、やたら立体感はあるでしょ、こんな立体感出しにくそうなデザインだけどね、うん、出せないことはないですよ。はい、そんな感じで、あ、こういうね、あの目でかいやつね、難しいんだ逆に、うん、逆に難しいっすよ。じゃあ次この目のでかいのいってみようか。このね、目でかいの何が難しいかっていうと、目線作りにくいんだよね。というのも、この、まあ、だからこそなんだろうけどね、だからこそのそういう絵なんだろうけど、目をすごくでかくすると、でかっ。ちょっとバランス取れにくいんです、さすがにこれ。目でかくしちゃうと、目線作りにくいんだよね。うん。要するに、こういう時どうすりゃいいのっていう、この目さ。こういう表情できないんだよね。うん。こう難しそうじゃない？うん。上向いたり下向いたりどうすればいいの？そういう時に、だから、そういう時こそ、顔の向きでつけちゃうってことです。さっきも言いましたね、その話。もう顔の向きで、こういうでかい、とにかくでかめ系で言うと、もう顔の向きでも強制的にこっち向いてることにするの。目の向きでは、ちょっとね、つけにくいんだよね。だって顔、キャラ変わっちゃうんだよ。この目の印象で言ってるんだから、そこがちょっとこういうふうに、要するにちょっと目を寄せたりとか、目を上げたりした瞬間、別キャラになっちゃうんだよね。変に、なんだろう。変に表情をこっから変えることによって、別の印象になりすぎてしまう。ただ、顔ごと動かす。そして、うん。顔の立体感で、こう、ここにも乗せちゃうとかね。うん。っていうのは、まあ、考えられる。かな。うん。なんか、可愛くねえな、全然これ。参ったな。最近はね、最近はっつっても結構前だけど、もうフィギュアのレベルが高いじゃないですか、造形のレベルが。相当レベルの高い造形の、なんだろう、立体のものを身近に置いて、それを僕だったらやっぱり参考にしますね。練習するときにね。僕持ってないけど、まあその若い頃っていうのかな、まだ自分で顔の立体が描けない頃は、そういうのを常に横っちょに置いてて、どういう風になってんだろう。そして、この目のくぼみですよ、くぼみ。この目のくぼみがどうなってんのか、をすごく大事に、このくぼみとこのおでこの関係とかね。どうなってんだろうとかっていうのを常にこう追ってましたね。追うっていうのはこう。あとこう首の関係とか、この裏の関係。こっち、こ
こう裏に行ってどうなってんだろう、ここの謎ゾーンはどうなるんだろうみたいなのひたすらフィギュアを見ながら、そして耳は結構下に来るんだなとかね、うん、っていうのをいろいろやってましたね。顔全体でそっち向くしかないのかなと、まあ肩とかね、うん、そうね、目線だけであんまりやるのはちょっと難しそうな気するね、僕ね、ちょっとね、うん、と思いますね、うん、顔の向きでいくかな。そう、変に目の表情をつけるのしんどいよね、うん、と思いました、思います。そんな感じでですね、あの目はね、本当にあのいろんなその必勝法があるんですけど、とにかく結構奥深いですよね、どっちにしてもね。なんで、よくそのアニメーターでさ、絵を修正する作家さんが絵を修正したりするときに、大体目はね、大体直します。目が描ければ大体何でも描けることなんですよ。目線、まあさっきも言ったけど、目力がある。ちゃんと目でその訴えかけている。あとね、最後にもう一つ。これは、まあちょっと目の描き方と若干話が変わりますけど、とにかく人っていうのは目を見るんですよ。とにかくこう画面があるとして、フレーム、レイアウトがあるとして、とにかくこの顔がどこにあろうが、この目の位置が凄まじく重要なんですよ。人は目に目が行くんですよ。ここにこう、なんかおっぱいがあったり、まあ、この書いてない、なんかポチュラダムかな。おっぱいあったり、なんかこう、こう色っぽい、なんかこうポーズとかいろいろ撮ってたとしても、ね、一番目に目が行くでしょ。こんな変、まあ適当な絵でも。ね。こんな絵でも目に目が行くのですよ。なんで、必ず、これがじゃあ次ドアップになるんだっていう時も必ずこの目の位置をずーっと追っかけてください、絵を作る時に。こんな感じだね。だんだんこうズームしていく。ズームしていくと最後はこう宇宙みたいな、こう神秘の世界みたいに、キラキラキラーみたいなのがこうドロンドロンドロンと、こうなんかいろんな宇宙が最後よくある。ちょっと前によくあるね。ちょっと前によくあるドアップ。まあこの逆もありですけどね。すごい宇宙みたいな星々からだんだん目になってって引いてって、みたいなね。よくありますよね。ぐらい結構みんな、なんか昔のね、オープニングとか見ると大体この目から目ってよくあったじゃないですか。そう、目から目ってよくあるじゃないですか。うん。なんで、とにかく目はすごく重要なポイントだと思います。なんで、まあ、今日話したような話とね、最近うちはあんまないっすね、確かにね。うん。そんな感じで、目の描き方、皆さん頑張ってみてください。はい、じゃあこんなところで、最速本の目の描き方終わります。じゃあお疲れ様でした。